恐ろしい交通事故。県下では1日平均60件もの悲惨な事故が発生しているのです。溢れるばかりの人の波。そしてまた車もいっぱい。これでは年々増える車と人で交通事故は一向に減りそうにもありません。こう車が激しくてはワン君でもなかなか渡れませんね。ちゃんと交通のルールを身につけているとは大したものです。どうもお待ちどうさまでした。ところが人間様の方はどうでしょう。おやおや、これでは横断歩道や信号は何のためにあるのか分かりません。ちょっと車と競争ですか。全く危なくて見ていられません。どこへかけていくんですか。お二人さん困りますね。ちゃんと横断歩道を歩かなくては。友達に会ったからって車道で立ち話はいけませんね。みんな交通のルールをわきまえていないのには全く驚きました。規則を守ってこそ歩行者優先なのですよ。このありさまでは本当にワン君に笑われてしまいます。このような歩行者の指導とサービスをモットーに今年の6月からお目見えしたのが婦人交通指導員です。彼女たちは県下4カ所の警察署に配置され、正しい交通の指導に活躍しています。朝の訓示が終わって、さあ出発。一日の日課は、まず学童歩道から始まります。街頭に立ち始めてからもう半年。今では大勢の子どもたちから交通のお姉さんの愛称で親しまれています。子どもたちを学校へ送ると今度は一般の歩道です。自分の受け持ちの箇所からは一人でも事故を出さないようにと見守る顔も真剣そのもの。一緒に渡りましょうね。優しい声で呼びかける彼女たちは町の人々にもなかなかの人気です。楽しい勤務の交代のひととき。平均年齢20歳という指導員さん。いかめしい制服を着ている彼女たちもこの時ばかりはお嬢さんらしさでいっぱいです。しかし街頭に立つだけが仕事ではなく、子どもたちの交通教室にも一役買っているのです。このような交代の合間を利用して自分たちで劇を作るのもまた楽しからずや。一段と力が入ります。
今日は完成した動画劇を持って幼稚園にやってきました。幼い子供たちは劇が大好き。町の子だから信号の見方を知ってるでしょ。知ってますとも。赤は止まれ、青は進め、黄色は注意。そうね、ポンタも言ってごらん。赤は止まれ、青は進め、黄色は注意。じゃあみんなで言ってみましょうね。はい。赤は止まれ、青は進め、黄色は注意。そうそう。じゃあみんなで信号のあるところを通って帰りましょうか。はーい。熱心な子供たちの顔を見ると一層仕事に張りが出てくるのです。こうして雨の日も風の日も街角に立つ指導員さん。小学生から送られた千羽鶴を運転手さんに渡して無事を祈る彼女たちです。交通安全圏の名に恥じないよう、交通事故をゼロにして明るい毎日が送れるように、お互いに交通の規則を守りましょう。